つだ。私がこのヒッチハイクの少年を最初に自分の車に乗せたのは先週の日曜日でした。そしてまた日曜日、同じ時間同じ場所でこの少年と会ったことにいささか驚いていました。さっきはどうして逃げ出したんだ？別に。少し向こうへ歩きかけたじゃないか。ああ、あのこと。同じ乗せてもらうならトラックに乗りたいなと思って。そんなに日曜日の旅におじいさんの家に遊びに行くのかい？日曜日の旅にヒッチハイクでおじいさんの家に遊びに行ってるって言ったら嘘だと思うよ。さあ、おじさんの家は小田原だろ？少し海寄りの方だ。おじさんは小田原から、例えば逗子なんかに行くとどこか知らないところへ行ったみたいな気がしない？そういえばそうかな。確かにそんな気分するな。二度もあったけど、おじさんどこへ行ってたの？葉山だ。逗子の先の？そう。そこで何してんの？観光ホテルやってる。社長？うん。そうか、社長か。うん？その観光ホテル大きいの？まあ大きい方だな。プールある？海の近くだけどプールはあるよ。流行ってる？うん、流行ってるよ。毎日小田原と葉山往復してるの？なんだか尋問されてるみたいだな。じゃあ黙ってるよ。水曜日と日曜日に家に帰るのさ。ふん。おじさん子供いるの？今はいない。どこかに行ってんの？外国？もっと遠いところだ。どこ？天国。僕悪いこと聞いちゃったね。中学2年の時、マンションの屋上から鳥みたいに飛んだのさ。嘘だろ？そうだといいんだけど。嘘だろ？今度の日曜日もまたおじさんの車に乗るかい？死んだ息子はダダをこねるということがない子でした。日曜日、親子三人でよく伊豆の海岸へ釣りに行きました。私は釣り糸を垂れながら、そういう家庭を築いたことを誇りに思い、幸せを感じていたのです。私がいつ息子の部屋に行っても、あいつはいつも笑顔で迎えてくれました。そしてあいつの死んだ後、あいつの机の引き出しの中からわざと折ったと思われる
魚釣りの浮きが出てきたのです。おじさん。なんだい。おじさん、透明人間になりたいと思ったことない？おじさんにこんなこと言うのは悪いんだけど、おじさんが僕の秘密を守ってくれるなら、おじさんだけには本当のこと話してもいいよ。おじさんに今そのことが言いたかったの。おじさんは普通の大人とちょっと違うからね。僕真面目に言ってるんだよ。ごめんごめん、差し支えなかったら。どんなところが他の大人と違うのか教えてほしいな。命令しないし、なんかこう僕を子供と思って問い詰めたりしないもの。なるほど、なるほど。私は変わってしまったのかもしれません。あの折れた魚釣りの浮きを息子の引き出しから見つけ出した時から、私は変わってしまったのかもしれません。お父さんいるけど、そいつ本当のお父さんじゃないんだ。嫌なやつなんだ。僕のお母さんいつもいじめてる。別のうちにそいつの奥さんと子供がいるんだ。そいつはお母さんいじめるだけじゃないんだ。僕には高校2年のお姉ちゃんがいるんだけど、そいつはお姉ちゃんに何回もやらしいことをしようとしたんだ。本当だよ。僕のお母さんはいつも質屋が良いさ。お母さんは会社勤めじゃないから、サラリーローンは借りられないんだって。そうかな。そうでもないだろ。だから僕アルバイトしてるんだよ、おじさん。新聞配達か何か。日曜日に津市に行ってるのはそのアルバイトのためなんだ。アルバイトなら大急ぎすればいいっておじさん思ってんでしょ。ああ、そうだね。お金儲けることだけが目的だったら大急ぎでもいいんだけど、どう言ったらいいのかな。知らない町で働いてたら別の人間になったような気がするんだ。好きでやってれば、貧乏でアルバイトしてると思わなくてもいいし。寿司では僕は透明人間ってわけなんだ。せっかく透明人間になってるところ、つまんないこと聞くけど、どんな仕事してるか尋ねてもいいかね。駅の前の通りにあるとんかつ屋さん、すっごく狭い店なんだけど、お客さんがいつも行列してるからすぐわかるよ。とんかつの肉はすっごく大きいしね。豚汁に入れるお肉なんか豆腐を切るみたいに切ってバーンって入れるんだよ。男らしいよ。よく雇ってくれたね。僕よく働くもん。そうだ、次の日曜日も大磯まで乗せてってね。絶対だよ。絶対だ。別れ際に西沢静雄と名乗ったあの少年は、約束の日曜日姿を現しませんでした。
そして次の日曜日も私は少年に会えませんでした。しかし私はあの少年にこだわっていました。そして自分がどうしてこだわっているのかということも分かっていました。なぜあいつが死んだのか。成績もよくいい子だった。何一つ不満を言うことがない子だったあいつが、なぜあいつが死んだのか。私はそれが知りたいのでした。私は思い切って少年が働いてると言ったとんかつ屋を訪ねました。冗談じゃない。小学生アルバイトに雇ったら警察に文句を言われるじゃないですか。うちの店はご覧のように小さいけど、私より3人もいるんだ。子供を雇うほど落ちぶれてないよ。するとあの子は何のためにここへ来てたんですか。社会科の自由研究でいろいろ店の様子を知りたいから手伝してくれって、そう言ってたんですよ。あの子、自分の父親を本当の父親じゃないって言ってませんでしたか。そんなこと言ってた。だけど母親も違うって言ってたな。え、なんせややこしかったんだよな。あ、とんかつ定食お願いします。いらっしゃい。本当の父親は博打に凝って蒸発しちゃったらしいんで、母親があの子を連れて再婚した。そしたら今度は母親の方が男をこさえて逃げちまった。で、赤の他人の父親がそれからもう一回結婚して、つまりあの子の両親はどっちも血が通っていないってことになるんだっけ。ああ、そう言ってたな。かわいそうってはかわいそうだけど、今の親はクリスチャンで会社の社長だって言ってたな。で、あんた、あの子の何かね。私が調べた限りでは、少年の両親は健在で、家庭環境も申し分のないものでした。その少年がどうして。この手紙があなたのところに着くことによって、おじさんが何をしたか利口なあなたにはおよそ見当がつくはずです。それでもなおそうしたのは、おじさんの子供が命を絶つに至ったわけを少しでも知りたいと思うからです。少年から私のところへ返事が届いたのはそれから5日後でした。その手紙には少年の書いた詩が載った学級文集が同封されていたのです。みんな嬉し涙が流れる時まで旅人です。嬉し涙が流れる時まで旅人です。
日曜日の反逆、もう一人の違う自分に会うための日曜日の冒険。死んだあいつもあの少年のようにもう一人の違う自分に会うための旅を、私の知らなかった旅を続けていたに違いありません。いなくなって3日でしょ、チャップ。ペルシャはシャムより情が薄いからね。シャム猫よりペルシャ猫の方がノーブルだなんて言ったのは一体誰なのよ。そうや、いつだって無責任なんだから。チャップもあんたも思春期で反抗期だってことぐらいわきまえてるつもりだけど、あんたの場合はしつこいのよね。やだな、ママって何にも分かってないんだから。どういう意味？人間っていろいろでしょ。そんなことあなたに言われなくても分かってるわよ。思春期だ反抗期だって言われてる子もいろいろいるんだから。同じ人間なんてね、一人もいないのよ。それがどうしたっていうの？鈍いんだから。もう何か自分の手に負えないことがあると、思春期だからねとか反抗期だからねとか言っとけば、そのいろいろな部分を考えなくてもいいから楽じゃない？つまり怠け者ってことよ。解説終わり。なるほど、そうですか。あなたってずるいのね。少しは中に入ってくれたっていいじゃない。いやね。何が？甘えてるんでしょ。何言ってんの。ほらほら、動揺しちゃって。かすみちゃん。何？今度の日曜日空いてる？空いてるけど、何？うん、ヨットの古いのを買う話してんだ。日曜日に現物見に行く約束してる。行く行く。国夫さん、かすれ甘やかさないでください。この子、ナサの中につけ込んでるようなところがあるんだから。ナサの中って何よ。ママ親とママ子、そんなことも知らないの？一人前の口を叩くくせに。言っときますけどね、私自分から好き好んでママ子になったんじゃありませんからね。かすれちゃん、それは言ってはいけないことだよ。あら、ごめん。ごめんなさい。かすりちゃんのそういうところが好きだな。ママは国夫さんと呼べばいいっていうの。無理にパパなんて呼ぶのは気味が悪いって。ママの言いそうなことだね。ママって背伸びしてるでしょ。突っ張ってるっていうか。え？嫌なんだそういうとこ。そりゃパパなんて呼ぶの初めは抵抗あると思うけど、そんなの寒い時に思い切ってプールに飛び込むようなもんでしょ。すぐ慣れちゃうじゃない。あの人私を嫌ってないと思うわ。私に嫌われたら困るって感じよ。可愛いじゃない。何言ってんだお前は。パパ、もう結婚しないの？結婚ね。誰かを好きになることはあるかもしれないけどね。好きな人いる？ん？今いる？そんな人がいたら私に紹介してね。祝福してあげるから。その人に意地悪なんかしないから。頼むよ。かすりも恋人ができたらやっぱりこんなことするのかな。当たり前ですよ。
パパはちっともかすみにパパの家に来てくれって言わないね。不満かい？少しね。よし、じゃあ来るか。ママとの約束でかすりはどう行動してもいいことになってんだ。夫婦でいなくなった猫を探してんだってさ、すごいんだよ。電柱に張り紙はするし、ポスターは作るし、奥さんはね、一晩中一人ぼっちで車の中で猫を待ってたんだって。バカみたい。この人たちやっぱりちょっと問題あると思うよ。可愛がられすぎるっていうのはすごく居心地悪いのにさ。そういうことが分かってない人の無神経さってあるじゃない。だってチャップは恋人が欲しいんでしょ。しょうがないじゃない。くくりつけておけばいいんだろうけど、そんなの嫌だ。かすりちゃんの主義に反するんだよな。そういうこと。自分が自由に生きたければ他人の自由も保障すること。ママもブランデー飲む？なんだか調子いいわね、この子。はい、はい。ありがとう。はい。うん、ありがとう。はい、パパ。え？かすりちゃん、国夫さんでいいよ。無理しなくたっていいよ。本気？ママ、国夫さんはパパって呼ばれるのは嫌だって。かすりちゃん、そうじゃないんだけどさ。そんなこと自然にしなさいよ。どういう心境の変化？この前パパに会った時、国夫さんのことをパパって呼びなさいって言ったんだもん。パパが二人いるっていうのは変だけど、ママはそういうのが好きなんでしょ。ママは飛んでる女なんでしょ。あなた何を考えてるの？何も考えてませんけど。万蔵さんと会うことや行き来することは全くあなたの自由なのよ。国夫さんも万蔵さんも私もそれぐらいの知性は持ってるし、またそういう約束をしてお互いの生活を変えたんだから。ここと万蔵さんところのあなたの行き来は必ず私たちのオープンにしてね。いいことがすり。いいわ。じゃあパパの家に泊まりに行ってもいい？もちろんさ。ママいいの？いいわよ。恋人？亜希子さんって言うんだ。パパの恋人？パパ、こんな風に尋ねてるけど、私嫌味じゃないでしょ？いや、お前割に無神経だね。嫌味じゃなくたって女性が「はいそうです」って。俺も子供のお前に答えるのは普通抵抗あるよ。なんだ、やっぱり恋人なんじゃない。早く言えばいいのに。亜希子です、よろしく。かすりです。こぶつきだけどパパに優しくしてやってください。こぶのお願いです。この子はね、相当悪気もあるからね、気をつけた方がいいよ。やだな、パパは。パパの恋人には意地悪なんかしないって約束してあげたでしょ。約束は約束、女はいつもそれを守らない。バカ、男はいつもそれを守らないでしょ。男の方がいつだっていい加減なんだから。これだからね、可愛げないでしょ。私好き。
パパはやぼったいし、それにネクラだから一緒にいてもあんまり楽しくないよ。デートするなら私も入れてした方がずっといいと思うな。そうしようね、かすりさん。ほら、パパの恋人取ってやった。打ち解けたとこで食事に行こうか。行こう行こう行こう。よかったらそうしなさい。別にかすりがいるからって気兼ねなんかすることないよ。そうそう。かすり、あきこさんと寝たらどうだ。バカ、パパと一緒の方がいいよね。こら、かすり。こんなこと平気で言うやつです。勘弁してやってください。驚いたでしょ。どうも、僕の教育が悪かったらしい。ママの教育が悪かったんじゃないの。何を言ってるんだ、お前は。だって、しょうがないやつだな。何してるの、パパ。ん？変なパパ。あの、あきこさん客まで。かすり、そっちの部屋で。僕、仕事場で寝るから。それとも、かすり、パパと一緒に寝るか。もう、パパと一緒に寝る年頃じゃないの。ね。いい親子ね。羨ましいわ。かすり？かすり、どうした？どうした、かすり？ん？どうしてまた？トイレがある。
ャップ。やっぱりチャップじゃない。チャップどうしたの。ほら、さ、いらっしゃい。私よ、かすり。チャップどうしたの。ほら、さ、いらっしゃい。私よ、かすり。びっくりするじゃない。ママいるじゃない。ねえママ、どうしたの。気分でも悪いの。何でもない。どうしたのよ。邦夫さん、もうここに帰ってこないから。どうして。ママどういうことなの。突然置き手紙をして出て行っちゃったのよ。ひどい。無理しても食べた方がいいんじゃない。ほっといてよ。じゃあ私も食べない。何言ってんの。あなたに関係ないでしょ。どうして関係ないのよ。私だって心配してんじゃない。あなたパパのところ行きなさい。あなたを巻き込むのは良くないわ。私だってそのぐらいのことをわきまえてるつもりよ。そんなこと言うのがエゴイストじゃない。どうしてママをほっといて私がパパのとこ行けるの。あなたに構われると一層絶望的になるわ。ママ。いくらなんだろう、ママ。しっかりしてよ。あんたパパんとこ行きなさいよ。どうせ私を軽蔑してんでしょ。って知ってんだから。お願いだから今日はおとなしく寝て。あんた。軽蔑してでしょ。男に捨てられた私を。ママ、そんなこと言わないで。そんなこと言わないでよ。軽蔑してんでしょ。言いなさいよ。軽蔑してんでしょ。
前にこんなこと聞くのなんだけど、ママ少しは落ち着いたかい？少しはね。そうか。パパ？なんだい？私チャプに会ったのよ。私思うんだけど、私あんな目つきでママを見る時があったのかもしれないって思ったの。たまんないわね。今度のことで私いろんなこと思ったんだ。例えば？例えばね、立派なパパでも憎むことができるし、ダメなママでも愛することができる。お前すごいこと言うね。本当にパパの子かい？よく言いますね、パパも。パパ？何？私がパパの家でおねしょしたことね、まだママに言ってないの。そんなこと別に誰に言うことでもないじゃないか。じゃあパパ、秘密守るって約束できる？もちろんさ。お前の結婚式の日まで伏せといてやるよ。やだ。もしあのおねしょしてなかったら、そしたらママのこと分からなかったかもしれない。2回目の心臓の手術を受けなくてはいけないことになっていた。私は誰に言われても今度は絶対にうんと言わないことにしていた。ぼつぼつ決心がついたかな？いや。だんだんあかん子になるな。すみません、私は嫌なんだから。これまでの手術が何にもならんようになってしまうで。今まで頑張ったんやろ。チカちゃんは先生と結婚してくれる言うたやろ。手術受けへんかったら結婚できへんで。私は手術でもう3回も死にそうになった。いや、私はもう青いミミズみたいになって自分がここにいることに腹を立てて。ママにあんまり無理言うたらあかんよ。隣の病室にいた田村さんが亡くなった。そしてすぐに新しい人が入院してきた。私の病室と隣の病室はドア一つでつながっている。もともと特別室と控え室だった部屋を今は2つの個室として使っているのだ。難しい病気だと思う。だってこの個室に入ってくる人はみんなそうだ。ママ、パパは？いい子だから。
何度も同じこと言わせないで。ママ、パパは？だから来年の4月までは帰れないの。今度だって知花のためにどうしてもって無理して帰国したばっかりじゃない。ママはパパと暮らしたい？もうすぐね、私が死んだらパパのところへ行けるわ。知花、そしたらパパとママはとっても仲良しになれるわ。私がいなくなって一番ホッとするのはパパとママだものね。知花。はい。すみません、よろしいでしょうか。どうぞ。隣に入った立木です。ご挨拶と思って、これシュークリームなんです。僕シュークリーム大好きで。どうぞ。僕はラッキーです。え？僕は子供の笑顔がとっても好きです。この人僕のことを好きになってくれないかな。このこと言わずにこの人と言ったところが気に入った。子供さんがおいでですか？はい。上は今年小学校1年生。立木さんは元気そうで意外と軽い病気なのかなと、その時私は思った。はい、どなた？私、知花。ああ、知花ちゃんですか？退屈なの。遊びに行ってもいい？ああ、どうぞどうぞ。嬉しいな、知花ちゃんが来てくれるなんて。お仕事？いや、治療なんです。治療？おじさんの病気は筋肉の力が衰える病気だから、こうやって字書いて、これは字じゃなくて楽譜だけど、手の力がなくならないようにって。それに頭の働きも衰えてないか試してるんです。僕は東北の生まれだし、北国の感じするんですよね、この曲。雪が降って、氷が張って。知花ちゃん、ナマハゲって知ってるでしょ。冬の寒い時、若い衆が鬼のお面つけて、泣く子いねえがあって、家々を回って歩く東北の行事。僕は子供の頃それがすごく怖かった。泣く子稲が、泣く子稲が、鬼が来るんです。それが夢に出てきた、昨日の夜。でも家の中の様子がどっか違うんです。おかしいな、おかしいなと思ってると、ああ、これは有名なんだ、もうすぐ会心の時間なんだ、
また医者や看護婦が来るぞと思って目を開いたら真夜中なんです。そうか、聞こえねえか。どうですか、その曲。とっても素敵な曲です。あ、生ハゲの夢の話は聞こえていた。怖くて悲しい夢だ。ああ、この人、辰吉さんの奥さんですか。辰吉さんはどうしてこんな辛い話を平気で話せるのだろう。娘に手紙の返事書いたんですけど、一生懸命書いたんですけど手が震えてしまってうまく読めないかもしれないんです。申し訳ないんですけど、ちかちゃんちょっと読んでみてくれますか。はい。陽子ちゃん、この間くれたお手紙に入っていた絵は大層よく描けていましたね。灯台、夕日、お船、お魚、防波堤、海、空の雲、マリンタワー。お父さんはこの絵を見て横浜へ帰ったような気持ちになりました。みんなと一緒にまたお散歩に行きましょう。風邪をひかないようにしてよく本を読みましょう。ありがとう、ちかちゃん。ありがとう。ちかちゃんのお父さんもきっとちかちゃんのこと心配してますよ。死にました、ずっと昔に。そうですか。どうしてあんなことを言ってしまったんだろう。私は陽子ちゃんが羨ましかった。そしてなんだか私はすごくパパに会いたかった。ちかちゃん。さっきは。ちかちゃん、大変です。陽子の死が勇敢に乗ったんです。一年立木陽子、燕の駅、燕が止まるところはみんな燕の駅です。燕の駅、一年立木陽子、燕が止まるところはみんな燕の駅です。燕が止まるところはみんな燕の駅です。カラスが止まるところは、燕が止まるところはみんなカラスの駅です。燕が止まるところはゴキブリが、燕
亀の駅です。泊まるところは立木陽子燕の駅、燕が泊まるところはみんな燕の。ですか？チアノーゼが出てたな。危ないとこやった。チカちゃん、ありがとう。ちゃんと陽子の死が、陽子の死が僕を救ってくれたみたいですよ。つばめが止まる。なんじゃいな、もうほんまに。近
香ちゃん、先生と結婚してあげる。そう決めたの。そうか。せやけど、もうちょっと大きならんとな。当たり前でしょ。ほな、早よ病気治そな。手術受けような。雨が止まるところはみんなツバメの駅です。ツバメが止まるところはみんなツバメの駅です。曇りで朝のうちは一時雨が降りますが、後に時々晴れるでしょう。小笠原諸島は南の風、晴れ時々曇りでしょう。時までに1ミリ方が出ております。東京地方、千葉県の北西部と北東部、茨城県伊豆諸島の南部には風雨波浪注意報、伊豆諸島の北部には大雨強風波浪注意報、静岡県には洪水強風波浪、また静岡県の伊豆地方には大雨注意報がそれぞれ出ておりますのでご注意ください。ニュースをお伝えしました。自分と気分の合った男性と最後まで行かないでね、それで別れたっていうのが一番いい思い出になるの、はあ、だからさ、行くとこまで行っちゃったらこのままただの男と女でしょ。そうならなくて、お互いがこうなんか会うとポッとしててさ、それで何にもなくて我慢して、それで別れたっていうのが本当にね、この年になるまで残ってんの。だからさ、お宅のおかみさんにもそういういい男のお友達を持たせてあげたらいいじゃない。
しました。まあ、やみやで、いやですわね。まあ、困っちゃいますよ、そんなやみやで行かれたら。どなたでした？あら、こんにちは。いらっしゃい。ごめんなさいね、日曜日に。はい、こんにちは。あ、よく昼過ぎまで寝てられるね。寝たの2時過ぎだったから。何？よいしょ。あ、いや、いいの。何でもない。五ですか？五はね、ご自分でしょう。すみません。ここです。はいはい。ドラ見せてちょうだい。はいはい。なんだ？どうも、こんにちは。いらっしゃい。あの、あ、松岡です。竹林です。中村です。何？いや、お母さんどこだ？ご飯テーブルの上にあるって。それはいいけど、ちょっと出てくるって。そうか。なんだよ、まだパジャマ着てんのかよ。こんにちは。どうも。こんにちは。テニス。ああ、いいな。どうも。あ、どうも。